おはようございまちか子さん昨日ね音が聞こえなくてなんか大変そうだなんかねインスタ変ですよねおはようございますなんでお音だけ音だけ取れないってなんかすごい不思議な話音だけ消すっていうやつがああ音だけ消すっていうやつもしかして押してたり こんなことなといかな,なんかここに音だけ消すボタンがあるような、まあい,いやおはようございますえっ、ー、と今日は9月の6日月曜日ですねすっかり陽子さんの忘れてました45分にあらっとか思ってましたけどねえっ、ー、となんか 暗い暗い暗くなってきましたおはようございますあのー、本当にいよいよなんか日が日が日がなんかちょっとそれもなんか楽しみですでもどんどこまで真っ暗になるんだろうみたいな人回りするのがちょっと楽しみな感じですけどおはようございますね日の出って日の出ってやっぱり見れるとすごい貴重なあの。 入表の弥生さん毎日も定点観測のように日の出を見て,ます見てらっしゃいますけどね、えーと。ということで「瞑想するピアニー」の行ってみたいと思いますがそうですねあの、えっと、先に先にやっぱり先にあのでまあ難しいですね先に両芝でとか先に脳、NO、で先に見えない世界で。 あの「聞いてから」って言うけどなんかそんなにノ「ロノロした話じゃないですよね聞いてからなんとか」みたいんじゃないからうん聞いてんのかなみたいなそこら辺もなんかつちょっと分かんなくなっちゃいますよね。だからなんかから体がか にやってるよううなな気がしちゃうけどなんか一週前に聞いてるような気もとにかくなんかち、えー、と違ってんのはあのー、自我的にここをこうするみたいな,なんか、あのー、決め事なんて通用は絶対しないってことはなんか多分確か <laughs> っていう感じですかねなんか。 あんんまりなんかだからなんか私人間私がすごい現実に関わってるような気になってるけどあんまりなんか効力そのあのねお,お,みそおみその子供がなんか一生懸命お手伝いさせてあげててあのなんか一生懸命いろんなことやってるけど実はなんかこう全体的なこう流れっていうかなんか。 何の効果も邪魔邪魔にも大してなってないけど手伝えてもいないみたいな感じで一生懸命人間私が関わってるような気がしなくもなくもない気がしてきたなんか実はなんかそのなんか流れ大きなこうなんか流れの中でなんかあんまり私関係私っていうかその私の人生って言っても自我自我私は。 なんかいろいろやってるようでなんかどうなんですかねみたいにちょっといろいろ考えたりしますねなんか違う違うところ本当にこう効力があるっていうかじなんていうのじ実,実践力っていうかそのちゃんとあの物事を起こせる私はあの我ならざる我の方なんですよねそのちゃんとこう。 世界をご私の世界を作ってる私は自我の私じゃない私が私の世界を作ってるんじゃないかなとか思ったりだから私が自我の私が一生懸命なんか計画立ててもあんま聞かないみたいなことかもねなんと思ったりしますけどまあなのでまあでもちょっとね聞くそうですね えとあだからやっぱりそのなんかすごいなんか脳,脳の中を意識するようになったとか意識っていうんでもないけどああんか脳の中でいろいろやって当たり前ですけどねでだからなんていうのかな意思なんかいろん,んな場所があるんだなって当たり前の話だけどすごいバカみたいだけどいろんな場所があるんだなって感じです脳の中に。 だからどこを使うかででも「どこってどこ」ってその脳なんてその脳にこう感覚ってないですよねあるのかなんかあ,るありますよって言われたことあるような気がするけどだからやっぱりねだから無限なんですよね。本当に使いこなせていないなんかあの資源があるような気はしますけどなのでやっぱり。 やっぱりなんか脳でででくくんですよ脳脳っていうかがコントロールーちょっと分かんないんですけど「まあちょっと行ってみたいと思います」っていうなんか強引な感じで、えー、今日9月3日ですねよろしくお願いします。 何かうんとなんかいろいろいろ考えたっていうか観察してたんですけどうんっていうかあのなんかえー、とつくあの先に見えないっていうか聞こえない世界っていうか脳内かなんか分かんないけど。 まあね、出る前にあることは確かなんだけどそれはえっ、ー、とあのちょっとい,あい今今一つ混同してたっていうかこ,うこっちでこっちで決められる決められないのかななんか決められないのかななんかあのお菓子をねお菓子を買っちゃう買っちゃうあのー。 DVD じゃないけどパラレルじゃないけどそれを、あのー、買わないのに入れ替えるみたいな一番分かりやすいなんか話を習ったっていうかその YouTube で言ってたっていう話を昨日知ってたじゃないですか。でそれってこっちであのお菓子は買わないパラレルに行きたいってなんか決めるみたいなのがあるじゃないですか。 でそれを実際にあの頭の中で買わない買わないシミ,シミュレーションというかいあた脳,内脳内現実を一回動かすそれで今度本当の現実でもコンビニの前を素通りするって言ったらそれが本当にこうあの,この,この世にこう転車って言ってたかこの世を。 脳と肉体っていうか DVD と映写機がつながったみたいな話だって言ってたけどでそれをじゃあピアノに即興に置き換えたらと思ったらやっぱ即興ってちょっとまた違ったな,なんかだからなんかこれが例えば既存の曲だったらある程度正解があるっていうか目指すところが分かりやすい。 あのー、弓っても、ま、的を目指的の、ま、結果は気にしないとはいえ結果はどうでもいいとはいえ正解は的の中心を射ることじゃないですかだからその中心をいい終わったど真ん中をもう射抜いたっていうところからそこの。 そこのもう未来をこっちに持ってきちゃってそこの臨場感であのもうど真ん中を射抜,いた射抜き終わった体の感覚でもう一回今度はあのそれが脳内だから脳内から体の感覚までいってるから脳と体がつながってるけどまだ何も起こってない。 ところだからそれが今度現実になるっていうやつだけどあの既存の曲もある意味そうだけどまあいろんな解釈があったりするけどでもやっぱりあの正解の演奏っていうかその正解がいっぱいあるけどでもこうどう考えてもこういうのがいいっていうのがあってそれをああそうかだからなんか。 あの、そういう、確かに、私が、それを、そのゴールの体になって、みたいなのって。即興やってる時じゃない時に、思ったんですよね。それで、なんか、その作曲家とか、その作曲家の。周波数とか、絶対あるから。とか、そういうので。 でなんかなんかまた変な話になっちゃうけどそれをなんか今即興でどうなってんのかなってすごい見てたらまたちょっと今日なんかまた違う違う感じだったんですけど結局こういう感じで,あので即興やってるとすごいパラレルって言葉が出ちゃってたんですよね。っていうのがあの本当にえっ、ー、と。 選ぶ,か選,ぶ選ぶ感じなんですよ、ね多分あのー、そのそれをなんていう「漁師場の」って言っていいのか分かんないけど、まあ、漁師場に「の」か分かんないけどあの「あの」でもいいけどなんかとにかくそのえっ、ー、と私が何かを。 お菓子を食べないやつとかこういうやつ例えばこういうこういうやつを今度引きたいとかっていうふうに作るんではなくてなんか全あのそこがと D V D あでも D V D を選ぶっていう感じですねやっぱりだから今のだとなんかそういう D V D 選んじゃったらもうそこから 出なかったんですよね今私はで途中で変えるっていうのもあるけどなんかすごいちょっと説明できなくなってきちゃった途中で変えるっていうのもあるけどだからなんかちょっとじゃあそれは置,、うん、置いといても駄目だなちょっと言わなきゃダメだなっていう,うにえー、となのでえっ、ー、とー すごいわかるんだけど、その漁師場から。だから、いろんなことが同時に起こってるんですね。っていうことですね。だから。だから、なんかね、あの。えっ、ー、と。即興と、その普通の。曲っていうと。即興の方が。あの、うまくはないけど。あの。分離がないんですよね。だから、なんか。 あのだってだってというかその既存の曲に合わせていくのはだそ,のそのだからあの大変ですよって言ってるその脳と体をつなぐっていう大変さをやってるんですねきっとあの脳で。脳では分かってると分かってるっていうかその脳では見れててで脳でまあ そこ脳でちゃんと動かすっていうとこまであんまりや微妙ですけどそやってなくもないけど全然もっともっとやれるなって感じですけどでもそれを今度実際弾くっていうところでそこで大体はあのかなりこう,うまくこうつながれて道が通ってない貫通してないから。あの 貫通してればしてるほどしてる人は即興のようにベートーベンとかを多分その自分があの自分が作曲したようにっていうか自分が即興で弾いてるようにベートーベンが多分弾けて私は何かあの。 全然そういうい人じゃなくてそれと全く関係ないつながりないところで即興とかやり始まっちゃったのでそっちとこっちが本当に違うんだなっていうことに気が付いてる気が付いた今日この頃って感じでそれでどっちがいい悪いじゃなくて多分合体させなきゃダメなんだろうなと思っていてでもその即興をやってる時の体の感じっていうのは。 あそうだだからあの,あのなんかちょっと分かんなくなっちゃってなんか役に立たなくなるとすごい困るんですけどなんかな何とか,なんかさ例えばねその昨日言ってた普通のみ皆様のっていかみあのそれぞれの,あのなんか役に立つとこまで持っていきたいと思うんですけど。あの えとあのー、一番いい体の状態をとにかく、あのー、体にあのだから無駄な力が入ってないとかその自分がなんていうのかなその最高のパフォーマンスができた時の体の感じっていうのをいつでもパッとそれがないとその土壌だから。 あのよく耕された体とかよくその,あのあ土よく耕された土にその漁師場からポンって種が植えられればそれはもう伸び伸び育つけどそこがなんかあのコンクリートみたいに閉ざされたか体だったらもう頭とここがこう分断されてるからどんなに頭でその。 イメージででききても絶対現実はできませんっていう話を聞いてそれであのその時にえと例えばそういうねすごい成功体験が思い出せないそのエミさんはなんか例えばホノルルマラソンで完走した時のなんか最後の頃のラ,ランナーズハイって言ったかな,なんかそういう時の感覚とかいくつかこうあって。 それをこう自分の体にこうふ多分再現するなんか習慣っていうかなんかそういう感じのこと言ってたと思うんですけどそういうのがあんまり思い浮かばなかったら一番わかりやすいのはえと寝る寝,寝落ちる寝落ちする寸前あの夜こう寝る体勢に入りましたじゃなくてもう本当に今意識不明になる寸前の。 体の状態っていうのがあのそう体,体エデンさんが言ってるけど体がどんだけ大事かっていうのをすごいエミさんも言っててそれでそのそ,れそのぐらいあの完全に全細胞がこう脱力っていうかリラックスして解放されててこう自由っていうか。あの スタンバイオッケーじゃないですか確かにこう土壌としてあの抵抗がないからなんかそういう体にしてあのそのそういう体が重要って言っててそれが寝る前の,あのっていう話をしててその寝る前とかあるいはもう起きる寸前で何で寸前寝る寸前か起きる寸前かっていうと 本当に本当に寝ちゃってる時はもう観測できないじゃないですか自分でだからあこれだってあこれだってこうこれだってしなこれだって自分でそれをこうこっちの自我の私っていうかがそれをはわかんなきゃダメだからそうあーなるほどねだからそれをわかんなきゃダメだからあのー 寝る寸前の意識ギリギリリでそこをつかめみたいな感じなんだと思うんですけどでその,その感じってんとなく確かに例えばなんかあのその、ね、構えが構えとも言えると思うんだけどその弓,弓と禅の弓をいる時に阿波師匠とかだとすごいすごい力がいるのにあの。 筋肉触ると全く力が入ってなくてびっくりみたいな話があったんだけど確かになんかねそのえっ、ー、といなんてい何て言うのかな才能があるっていうかその子供に教えててそのかな例えばもう入門でもあの本当の入門でも筋がいいことっていうのってそこの差がまず大きくてあの引いてて。 こう私がちょっとその子のこう手首とかどっかに触れた時にその無抵抗にこうあの私がこう触ったり動かしたりするままにあのふわっとこうなんていうのかな委ねられる子とあの無意識に私がこうち,ょちょっと触れただけでその無意識にグッて力が入る子って大きく二つにあのはっきり二つに分かれて。 そのグッて力が入る子っていうのはそのもう反射的に何て言うのかいい子にしなきゃとかあのなやっぱりそういうなんか多分もともとの素質もあってそういうなんていうのかな構えてこうなんそういうなんかた運動神経の話かもしれないけどでやっぱりそ,のそういう感じでこう抜けてる体だともうどんどん教えたことが あの入っていくしすぐできるようになっていくそういういいサイクルに入るんですよねそういう感じの体とその頭でこう体を縛りつけてるような体の差とかそういう感じかなって一瞬思ったんですけどでとにかくその寝てる時の寝てる寸前のっていうのと即興やってる時がや多分近いっていうかなんでかっていうと 即興はうまくないけどそのあれ何て言うのかなその練習としてはその感覚を知る練習にはなってんのかなって今思ったのは結局作れないから自分で即興だからってことは何かをこう受信しなきゃなんないからあのもう受信体制にならざるをえないというか多分でな何か,かを狙って弾くんなら。 こう筋肉とか手とか構えてもう一応はあの本当には結局抜かないとあの本当のこう伸びる音とかそういうの出せないけどでも一応なんかその曲みたいには力入れたら出てもできるけど即興だとそれだと動かないんですよね動けないというかだかだらなんか。 全然違うんだなと思ってその即興をやって普通の曲ってやると驚くほど楽だって思うんですよ毎回その即興はその楽っていうのは簡単っていう意味じゃなくて体が楽だってそれがそういうことなのかなっていう感じでだからそういう状態で本当は。 普通の曲もやれたらいいしっていうとなんかいろいろ考え方が変わりますね変わ,変わり方がってそうするとやっぱり狙ったらできん狙ったらその体でなくなっちゃうんだそうだなんかだからなんかその的を狙うってなんか違うっていうのってその。 結結果を結果をにこだわるとかじゃなくてやっぱこその前のあり方っていうのはそういう在り方なんだなとかちょっと今話しながら言っててなんか本当にあれなんですけど一人一人の体さんにも性格があるそうですよねだからそういう癖悪く言ったら癖とかだからそれをまあだからね結局その。 あそのえっ、ー、とモテの話であのモテ、ま、モテモテまくる人そのなんていうのモテまくるって別にそのプレイボーイとかそういうそういうんじゃなくてもその本当に人たらしみたいな人のそのねゆそのエミさんの YouTube の話のねちょっと前してたけど。 その時にやっぱりその一番最初に大事なのは観察することで無意識にやっちゃってるんだけどその人のねことを本当にこう見てたらその画が,がなくてねこっちをアピールしてやろうとか私を気に入ってもらおうとかそういうことがもう落ちてそれで本当にその人のことを見ていたら。 あの勝手にその人があの今どういう状況かが見えてきてでだからそう自分がなくてその人見てるってことはもうその人になっちゃうみたいな感じじゃないですかそうするとその人の今必要なこととかあの困ってることとかが分かっちゃうからそのベストのタイミングでそれだけをこう渡すみたいなことをあっちこっちでやっていくと思う。 それは当然なんかみんなにこう好かれるったら変だけどってもあのからずもモってちゃうみたいな話だったんだけどそれって自分にも言えるなってすごい思ってだからその自分の体さんとあの付き合ってかなきゃなんないわけじゃないですか。だからなんかやっぱりなんか上手に <laughs> 上手にこう、あの、おだ、おだ、おだてるっていうか、なんか。どうなってんのか、私の体が、あの、ちゃんと観察して。じゃないと、その、介入していけないですよね、なんかね。とか思いましたね。なんか、そう思うと、結構、やっぱり。自分のことって、すごい、なんか。雑。とか、なんか。自分を甘やかす。 というのとはまた別で、甘やかすにしてもなんか雑なんかあのー、なんかねよくああ疲れたみたいのでじゃあなんかあのー、なんかじゃあご褒美になんかなんか突然そこでなんか突然ご褒美になんかあの唐突になんかね。 ななんんんかかかか買うとと食べるとかいいんだけどでももっとなんかきめ細かく本当はじゃあ何で疲れてとかねあのそれがなんかあれですねそれをなんかちゃんと脳だけでやれる次元の人といちいちお菓子与えないとなんかあのいい気持ちになれないやつの差とか言,言われてましたけどなんかそういう感じでやっぱり観察だなって。 って思いましたねどうなってるかっていうか観察本当にしてないなって思いました全て誰でも心の真相を掘っていくと宝が埋まっているのでしょうねうん至宝というぐらいですからねああ合ってる私の言ってることちょっとこれがね そうですよね、あの「心の真相」ってね奥が深いちょっと私これねあの読むのに iPad でここでこっちでこれが遠いからこっちで見ようっていつも思,思いながらまた遠くの見ちゃったけどそうですよねだからなんかすごいですねなんかねそすごいっていうかその雑ですねなんか。 雑だから本当はすごい可能性があるんだろうなって思い,思いましたね。なんかあのー、だからやっぱりなんか野生野生動物的ななんか体体っていうかやあのー、なんかいや すごいいい人っってなんか野生動物っぽいところあるじゃないですかで今またちょっと話とも,うもう終わりますけど飛ぶっかなさっ,きさっき今ここが来た時に一瞬そのまたあのちゃんと読んでまだ読んでないけどその山形の陽子さんに教えてもらったこれの見えない力ってのペラッと見たらあやっぱりとっの一瞬だけどあの,あの人そうじゃないかなと思ってたらやっぱりそれが書いてあってマージャンの。えーと麻雀の あの桜,桜,桜,桜沢すごい人桜井昭桜一だっけなんかいるじゃない桜井一ってあの雀なんかすごいすごいもう神のような,なんかあの絶対負けないみたいなあの人とかもなんかここで言ってるってことはやっぱりなんか脳内すごそうですよねなんか当たり前だけど将棋とかもそうだって言ってたから。 ものすごい高速で脳内脳脳脳両芝脳を動かしまくる達人なんでしょうね多分。スイ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 っていうかもう,もう瞬間にバってなんか麻雀のあれなんていうの最適ななんか何て言うか <laughs> 毎,毎春それがこう出るから。 なんかだけどなんかあのー、なんかやっぱりこれも吉本ばなナ,ナさんのなんか前になんか読んでた時にやっぱりその櫻井さんのことを言っててジャンキーの。でやっぱりそのマージャンの話ではなく一緒にご飯食べたりしてる時の動きがなんかその。 隙がな,さすぎてなんかなんていうのかもう別にね武道の人とかじゃないのになんかその動きがなんか何て言うてたか,かなんかを食べたりするのもこう駒送りっていうかなんか見えない <laughs> 見えないっていうかなんかそのなんかすご,いすごい表現をしていてやっぱりそれもなんかもうそういう多分体と。 やっぱり脳だけでやってないんですねきっとなできないんでしょうねそのちゃんと現実にするそうそういう野生動物の体みたいなのができてんでしょうねきっとねとか思ったりしましたねだからやっぱりじゃあじゃあ今日の結論体が大事ってことですねっていうかそんなのもちろんなんか恵美さんが恵美さんとそ,そこでも言ってたし皆さん言ってますけどなんかね頭だけでは何にもできない。 なと思って体の感覚にちゃんともうちょっと意識を向けたいなって思いましたっていうとこですかねもう、ま、昔はもう全く全くあのこっから先だと思ってたこともあったかもでだんだん、まあ、こっから先かなこっから先かなみたいなピアノ弾くのにでやっぱりあのもう腕指が指が。指が こっから生えてると思いいなさいみたいに言う外国の先生とかいたけど本当にやっぱだからそう,そういうのってちょっとしたこうあのえっ、ー、と感覚を変えるこう魔法の言葉っていうか確かに指がこう肩から指が5本生えてると思ったら全身使わ全身をつなげて使うみたいな感覚に なりだからやっぱり分かってる人はいろんな,なんかヒン,ヒントっていうか説明できないから言うんだろうなって今頃思ったりあとそのあんまり習ったことないけどそのある先生はなんかねあのここ鍵盤がなんか超なんか熱い例えばストーブみたいな感じにで触ると思うと「あち」ってなるじゃないですか。 なんかそのなんかこうでもそれもやっぱりちょっと何ていうのちょっとちょっと漁師場っていうかちょっとうまく言えないんですけどなんかが言いたかったんだろうなっていうのはすごいこうだらーっと鍵盤と付き合うんじゃなくてもっとそのシビアなところでみたいなことだったんだろうなみたいな思ったりいろいろね思い出しますけどね。ということですねなんか全然今日話すことなくてなんか。 こんんなな話にりりまましたたけどちちょっとちゃんとやっっとととゃややてみたいと思い思すやっぱりだからそのどういう時の体がいいかっていうのを分かって自分と,とにかくだって自分観察以外ないから自分の体観察してそれでまあね多分だから治療されてる治療ってエデンさんとかハッピーさんとかハッピーフォトンさんとかみんな たたまたま治療の方だけどそういうことをやってくれてるんだなっていうのがそういうのをそういうの変な体の癖とかを外してもらったりするからなんかああなるほどみたいなだからなんか脳がねあの例えばそのたきこさんハッピーフォトンさんとかにやって,やっていただくっていうかその施術もう本当に独,独特っていうかもう,もう彼女の独自の になってるんですけどその後にあのに間違いなくなんか脳が脳がクリアになるんですよね。っていうことを今初めて説明できたけどそれでなんかあの、まあ、他にもそういう経験あるような気もするけどあのそういう本当の本当のそういう施術ってなん,かあのなんかあれも変わるなんていうの,あの ポジティブにっていうか変なポジティブじゃなくてか例えばやってもらう前になんかごちゃごちゃし,してた問題があるとするじゃんあの人とのなんかなんとかとかそれがあれってなんか問題あれ問題だったかなみたいななんかふ何もせずになんか解決みたいな解決っていうかなんかとかっていうのはやっぱり体と脳がつながってるから体からい 両方から行けっていう話なんでしょうねとかまたちょっと適当なこと言ってますけどそんな感じでやっぱりちょっとと思いましたなので全部が一致し,一致してたらいいんですよねその一致っていうかまあちょっと。っていう感じですねじゃあなんかちょっと引き続き私はなんかじゃあ即興をやってる時の。 感覚で普通の曲が弾けるようにするのがちょっと課題ってことにしますここ数日のわかんないけどということでまあいろいろね寝る前とか観察してみましょうっていうことでした、えー、今日は9月6日、えー、月曜日新しい週が始まりましてもう9月ですね、えー、と 今日が素敵な一日でありますようにありがとうございましたではまた明日の朝にえー、とコメントありがとうございましたではまた明日の朝に失礼します